まで5ヶ月間延長する方針を固めた。現状では1人1泊あたり旅行代金の最大 35% の割引などを行っている来月末、利用が来年3月末までとなっているが、延長幅について政府関係者は GoTo 全体で足並みを揃えていかないといけないと述べ、 GoTo トラベルと同様に6月まで延長する案などが検討されている。政府による経済を回すためのアクセルともいえる政策が検討される一方で、東京都で確認された新規感染者は、さらに重症者は